こんにちは、プライマーズです。今回はフケについてお話したいと思います。皆さんも知っている方も多いと思いますが、フケは角質から剥がれるもので、毎日シャンプーしていてもフケは必ず出るものです。頭皮から剥がれ落ちる角質、フケと皮膚から剥がれ落ちる角質、垢は同じものです。頭皮の新陳代謝により、一番外側にある古い角質から順番に剥がれ落ちていきます。正常な新陳代謝で剥がれるフケは誰にでもあることですが、頭皮にトラブルを生じると大きくなった角質が傷型のかさぶたのように剥がれ落ちていきます。フケが過剰に出る場合には頭皮に何らかのトラブルを抱えている場合があります。原因の一つとしてシャンプーが自分に合っていない、シャンプーの時のすすぎが特に不十分、頭皮に過剰な皮脂やフケがたまります。肉眼でも見えるくらいに毛穴が詰まっていきます。毛穴の詰まりにより新陳代謝のリズムが崩れ、フケ、かゆみの原因になります。そのままにしておくと髪の発育を妨げ、髪が細くなったり脱毛の原因になりますので、自分では分かりにくいことなのでプロの方に見てもらうのが一番です。自分でも分からないという方は当店へご相談ください。では。